ピカ連射。さあ、やっていきましょう。今日やっていくのはこちら。クターの QS です。わからんよ。QS だけじゃ、クイックショットかって思っちゃうね。違います。クターの Q っていう、このブラウザのやつにはないんですけど、おそらく、あれかな。ダウンロードして、ファイルをダウンロードしてやるタイプの、クターのゲーム集だった頃の、クターの Q っていうね、クイズタイプのゲームがあって、それをこう、の次バージョンみたいな感じのゲームがクターの QS なんですけど、Q 遊べないんでね、何の S なのかわからない、つながらないみたいな、そんな感じあるんですけど、はい、説明文読むとね、謎が深まります。まあ、要は前作があったんだなってことをほのめかしてるんですけど、ブラウザ上はできない、ブラウザ上ではできないんでね、ちょっと初めてやる人は何なんだろうと思っちゃったりするかもしれないですけど。まあ、あらすじ読んでいきますね。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、体の体、間違えた。頭の体操に余念がない、意外と頭脳派な脅威の無表情キャラクター。超人気クイズ番組、クターの Q の新番組、クターの QS に出場しちゃうぞ。もちろんあのポーズも健在だ。あのポーズってのはこう。ダメだ。俺手が動かない。アザラシ手が動かないよ。キューって、まあ、見といてください。過去に出たクターのゲームで使われていた曲が流れてくるので、合うようにパネルを2枚、おう、難しくないか。曲聴いて当てるタイプのやつ難しいと思うんだが。パネルを間違うか、時間制限を過ぎるかで失敗。合計10回失敗するとゲームオーバーになっちゃうぞ。音当てと神経衰弱とが合わせた激ムズの、超ムズの難問にクターを果たして何問答えることができるのか。いやー、どうだろうなー。できる気がしねえなほう。9点取ったら1位だ。結構これは簡単かもね。ゴールがわかりやすい。音楽はどういう要素なの？福田のムササビって何？ないんだが。しいこれは。クターのマニファクチュアってね、結構面白かったんですよ。確かね、やった記憶がある。これ一問でも合うんか？つまりさ、曲聴いて一発目からこう神経筋が合わせない。てて、ハーベスト、クータのハーベスト、ロデオ、クータのハーベスト、ロデオ。チューブライダー、マニファクチュア。ちょっと本気モードやっていこう。ロデオ踊ったらもうロデオ取るしかないんだけど。違うもんね。これは何の曲なの？宇宙感あるね。ロケットでしょ。これがハーベストか？あ、違う、ロデオだ。ああ。これハーベスト感あるよな。やったー！これ宇宙感あるよね。リンゴ取り放題。ロデオ感あるね。これロデオだと思う。宇宙感あるね。宇宙だと思う。違うか？これが宇宙か？違うな。
一気飲み取ったらこれ取るしかないよね。あー、これ難しい。これ難しいよーだー。さあ皆さんご一緒に覚えてください。Tシャツ違う。エンドロール。リフト。マニファクチャー。これ何なんだろう、このフィーン。ちょい。どんどん知らない曲が聞こえてくるんだけど。リフトだ。てってってれって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 れってれって。違うか、それっぽいぞ。あ、あのさっき言ったポーズがどのな、このキューってやってますやつでしょ。これはねエンドロールな気がするな。てれれ、違う、絶対マニファクチャーじゃない。あ、息止めだ。ヒップダンス、そんなのが。いやー、知らない草のゲームいっぱいあるな。あ、あったあったあった、やった。何の曲なんだよこれは。絶対マニファクチャーじゃないよ。不毛すぎんかこれ。不毛すぎんか。ロケットムササビ、ロケットムササビ、ロケットムササビ、ムササビ、合ってない。一気飲みって感じじゃないな。ロケットムササビ、ムササビ、一気飲み、リンゴリンゴ、違うね。クタの Q、 クタの Q のテーマを教えて。ハーベストやないよね。全部開くっていうところ大事かな。ラスト。てててててて、これ9じゃないの？ん？ダメだこれは。こりゃダメだ。歯が立たんな。運が良くて1も。でも、このね、8からのか、ここに壁があるね。わかるやつは8以上取れるって感じ。はぁ、みんなやり込んでますね。いやー、だいぶ。だからまず大事なのは、どのパネルがどの曲かっていうのが、もうすぐわかるっていう状態にした上で、全部一通り、どこにどのコマ、マス、どのカードがあるかを把握して、別にこれはなんかメモっといてもいいよね。紙かなんかにメモって、で合わせるっていう。やりゃいいんだけど。やんないよ、そんなめんどくさいの。ここまで、クタの QS でした。ちょっと投げ出した感がすごいけど。投げさして、これは。そんな頑張れないよ。新しいそんな頑張れないよ。だけどやる気のある人はやってみてください。まあ、やり方はもう分かったね。うん、やる気のある人はやってみなさい。クタの QS でした。ほなまた。